おお来た。カモワシワの倍。新年一発目の撮影ということで気合い入れていきたいなと思います。まあ今日も今日とてよろしくお願いします。芹沢です。お願いします。芹沢です。まあこんな感じで今日も行きたいなと。いい笑顔だね。こんにちは。髪切ったんだって。あ、切れました。もうちょっと切ろうよ。もうちょっと待って、4ヶ月切れないんで。全然切り代ありますよ。この間の入れ替え戦というのは2部、はい、1部、1部昇格に向けてだと思います。1部昇格でしたっけ、はい、出てなかったんですか。出てないです。あの BU っていうチームで大学生メインのチームなので。あ、そうなんですね、はい、じゃ あのトップチームじゃなくて1個下、はい、パーマーかかってるんですか。ちょっと残ってるっていう感じです。あ、ちょっと残ってる、はい、YouTube やってないんですか。 YouTube やってないです。やったほうがいいですよ。やったほうがいいですか。やったほうがいい、うん、まあ、SNS が、うん、苦手というか、うん、あのしたいんですけど何を投稿したらいいか分からないぐらいで、はい、YouTube もあまり見たことない。 あ、マジですか。知ってる選手がやってるのは見るんですけど、はいはいはい、なんか人気の YouTuber さんとかいるじゃないですか、はいはい、それもあんま分かんないんですよ、うん、やったほうがいいですか。やったほうがいいです情報を発信していくと、はい、その瞬間は対してその再生数もチャンネル登録とかフォローもなくてもふとした瞬間にこの人調べてみようってなった時にちゃんと溜まっててくれるんですよね、発信してるとね。でそうするとそういろいろな情報がそこでも外部から仕入れることができるし、やっぱファンの人がサッカーだけじゃないファンの人たちの目に触れることで女子サッカー人気を広げていけられるチャンスにもなるっていうかね、はい、うん、広げていきたいですけどその手段が本当に、ね、はあ、分からなくて、スポンサー関係とかもあると、うん、これを載せちゃいけないとか、いろいろ制限が出るとまた取らなくなっちゃうんですよね、WE リーグの。あんまり女子サッカー自体があんま力をそこまでメディアで入れてない、うん、SNS で入れてないんで、選手がどういうふうに発信したらいいかっていうのを。最近ね、十文字も、はい、一気に TikTok、Twitter、Instagram を解説したんですよ、はい、それはあのプレミアリーグとかもそうだし、はい、関東リーグもねそのそうだし、はい、その女子サッカー その高校生から その底上げをしようっていうふうに監督が思ったみたい で、はい、で企業さんから のスポンサードも求めるっていう、あの高校サッカー部なのに、まあ、もちろんその高体連が主催 その大会には今まで そのユニフォーム、スポンサーの名前ついてないユニフォームで出なきゃいけないんだけど、はい、そうじゃないプレミアリーグに参加することでつけられるらしいんですよね、プロみたいな高校生、はあ、まあ、そこに向けてスポンサーを集める意味もあって、はい、一気に解説したみたいです。すごい。それはもう監督がやるんですか。監督取ったりそういう、もう専門のコーチとか生徒、今3年生、まあ、卒業するまでは3年生がやってるんですけど、はいはい、次の新3年生がやると思います。そう、でも これからも活かせますね、卒業しても、うん、その高校で経験できれば。あとはね、人任せにその情報を操作されないっていう利点もあるんですよ、はい、本当自分こんなこと言ってんじゃないのに、はい、こういう表現されちゃったとか、はい、ここを出すよりもこの言葉の方が重要だったんだけどなっていうようなことがないんですよ、自分で発信してると。確かにリアルにもう届くってことですよね。うん、そう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 、こっちの方があの見てるサポーターとかファンの人嬉しいですよね、うん、そう、そういう意味では自分が発信したい本当のそのところを、はい、自分なりのメディアを持つっていうことができるから、はい、それはねやっといた方がいいですよ。あとは YouTube のいいところはね、その、はい、やっぱり自分の財産になっていくというか溜まっていくじゃないですか、はい、流れていくんじゃなくて、はい、それがねいいんですよね、やった方がいいですよ千葉みのりがやってるんですよ、はい、結構スペインのこととかも発信してるんで、うん、ちょっと聞きます。若い子たちは今 TikTok みたいですけどね。はい、うん、そうですよね、 TikTok めっちゃ流行ってて。 TikTok めっちゃ多いですよ。 TikTok もやってないんですよねなんかあのリフティングしてるだけとかでもいいかなと思うんですよね、はい、コロナ禍の時に一時期流行って、うん、リフティングの本当技を載せるっていう、なんかこう
うまくいってもうまくいかなくてもなんかね楽しそうじゃないですか。なんかうまくいかなくても面白いですよね、見てると、うん、またスペインに挑戦するドキュメンタリーも自分の日記みたいに残るじゃないですか、はい、確かに残しとけば、うん、今の若い選手とかも参考にできる、うん、行ってからすぐ苦労したこと、はい、あそういうのでも確かに必要だったものとか、うん、今知りたいですもん自分も。あとはそのチーム員の後輩とかに1対1の抜き方とか、はい、神トラップとかね。で例えばその今日見ました三笘。見てないです。ゴールですか。ゴール、あの文字だけ見ました。動画見てないです。そう、空中ダブルタッチみたいな、すごかったね。そう、あれをやってみようみたいな。何発目で成功するか、意図的な、完全に意図的な、うん、ゴールですか。いや瞬時だよね、一瞬のひらめきでしょうね。そう、センターサークルよりもちょっとゴール寄りだったかな、ちょっと右寄りだのところから始まって、そこが蹴って一番左のフォワードにボールが当たったんですよ、はい、そこからセンタリングを上げてゴールにふんわーと上がったところを三笘がトラップしたんですよ、はい、そしたらディフェンダーが寄ってきて、ディフェンダーが寄ってきたところに一回空中でフェイントかけて、うん、でフェイントかけたところにダイレクトでまた打った。それがズバッと決まったみたいな。もう騒然って書いてました文字に。そう、なんで本当にアニメみたいな。アニメ本当そう、あれすげえなーって、あれを実際にやってみようみたいなとかね、チャレンジしてみよう。三笘チャレンジ、やっぱコンテンツ作りやすそうですよね。絶対作りやすいと思う。教育系の方もできるし、うん、あとはこのサッカー漫画のあのシーンは再現できるのかみたいな、うん、ネタ系もできるし、多分翼とかですね。そう、めっちゃそれで影響を受けてるんで。絶対多いよね、キャプテン翼、はい、スインシュートは打てるのかゴールポスト駆け上がるとかできるのかみたいな。あれやばいですよね。ちょっともう、そしたら絶対でも世代の人には刺さるから。あ、確かに今の子たちって何の、今の子たちブルーロックとか。ブルーロックだね。そうですね、三笘選手もなんか出てますね、うん、だからなんかブルーロック そのキャラの技やってみたみたいな動画は結構最近 TikTok とかでも回ってます、ね。ブルーロックヘア。もともと生まれどこなんですか。大分県です。それで上村。はい、そうです。じゃあ高校の時、もう6上に兄がいて、その影響を受けて始めたんで、3歳ぐらいからも蹴ってて一緒に、そこから幼稚園から、兄ちゃんもサッカー少年で入ってたんで、もう自然と自分も1年生から入ってずっと続けてます、うん、他にピアノとかやっときたかったです。逆になんかで女の子は本当いなくて、当時幼馴染みの子はピアノを習ってたんですけど、やめさせて、で一緒に上村行きました。すごいですね。神村学園 のサッカー部時代に全国大会は、女子の方制覇できた。中学は3連覇できたんですけど、はあ、高校は準優勝、うん、ベスト8準優勝で、はあ、時上げが強くて、うん、今の熊谷咲とか、今なでしこ得点が一つ上なんですけど、はいはい、その代がめちゃめちゃ強かったのもあって、うん、面白いな。今一個上の、まあ、去年3年生だった、はい、なんとか青葉さん。ああ、はい、富士の。あ、そうテレベレーザンね、はい、若手で結構メキメキと。いや、すごいですよ ね、うん、皇后杯も大活躍で、シュートがめちゃめちゃ、ね、去年の全国大会の予選の時に、はい、青葉先輩って言ってるから、僕らも青葉先輩って言ってる青葉先輩が出なかったの、全国大会で出れなかったっていう、あの青葉先輩を擁した十文字が全国大会に行けないっていうね。十文字ベレーザ結構あれですよね、多いというか、多い、いろんなチームの子も多いですけど、うん、で今年、今の3年生の中に1人の、はい、もうベレーザ行く子がいて、その子も、その子は出れたけど、全国大会の2回戦の時に脳震盪を起こしてって、はい、そう、試合中に頭を打ってぶつかっちゃって、あのね、ゴール前で相手がクリアしたボールが思いっきり顔面に当たったの、バーンって、はい、であまりにも不意で避けきれなくて、はい、脳震盪、その試合の記憶がないって。結構ですね、うん、もうその子もそうだし、主力の3人もいないし、もうね本当に大変だったみたい。80人いるって出れないじゃないですか、はあ、もう、はあ、ほとんど、はあ、もう出れなくて終わる子って思います。全然いる、はあ、いるいる、80人、うちの娘ちゃんたちでした。80人の中にいるって大変ですね。なんか人間関係も大変そう。一学年で20、うん、十何人いるとですね、うん、20人近く。ところがね、みんな仲いいんだよね。めっちゃいいですね。そう、3年生とかももう本当になんかね、青春してるって感じ。うん、でもそういう方がチームワークもいい気がします。うん、変に遠慮しないで。うちにね、そのバーベキューとかしに来たんだけど、はい、3年生の練習が。本当に、なんだろう、
うん、ギスギスしてないっていうか、うん、みんな言いたいことをバンバン言い合える、はい、本当にいい仲間みたいで、はい、まあ、6年間中高一貫だからあるじゃないですか、うん、あら、なんかまあ生涯の友達がみんなできてんだなっていう、ずっと続きますよ、やっぱ中高の友達って、うん、なんだかんだ連絡したり、中学校からずっとレギュラー争いをしてて、はい、今まで全然レギュラーになれなくて、最後の最後3年生のインターハイぐらいからレギュラー交換して、はい、で5年頑張ってレギュラー張ってた子と交代するじゃないですか、はい、レギュラー張ってた子はやっぱり涙ながらに悔しい思いするし、新しく出た子もやっとみたいな感じじゃないですか、はい、だけどそこをサポートしていくっていうね、なんかもう本当これ漫画っていう君ら本当すごいわ、聞いてるだけで涙が出そうになっちゃうもんね、本当もう6年間って長いですもんね、その集大成で出れる、で中3の時に今の3年生の代がやっぱ全国制覇してるんですよ、はい、ちょうど高3になったからまたもう一回優勝して締めようねみたいな、はい、もう3年生の新チームになった時にカウントダウンが始まるんですよ、決勝まで行ったら何日みんなと一緒にプレーできるっていう、で準決勝まで敗退したら何日減るとかっていう、はい、でそれをそう年始の頭からみんなそれをカウントダウン始めてみんなで共有してるらしいの、はい、で1日減った1週間減った1ヶ月減ったっつってでそれでもうみんなでうるうるしながら頑張ってるっていう、かわいい、かわいい、インターハイの時も準優勝で、ファイナルズってあるじゃないですか、はい、ファイナルズも準優勝で、シルバーコレクターって言われてたんだよね今年は、はい、優勝どこがあれなんですか、はい、強いインハイではね、どこだったかな、今回の全国大会選手権は出れなかったチーム、初戦予選で敗退しちゃったところなんだけど、そこに負けちゃったんですよね、大正学園、あ、大正学園だ、大阪、大阪、大阪、あ緑の、そうですね、うん、もうずっと押してたんですよ、はい、ずっと押して押してゴール前でごちゃごちゃってやってる時にポンって入れられちゃったみたいな、はい、そこで準優勝でファイナルズでセレッソに勝って福島に負けたっていう、セレッソも強いですよね、強い強い、まあ、3-2で勝ったのかな、2-1か、すごい、ね、準優勝、いつもそしたら鴨川の方に住んでらっしゃる、そうです、うん、はい、鴨川にいます、サーフィンしないんですか、サーフィンやっぱシーズン中怖くて、あしてみたいんですけど、うん、でもやってる子はいるんですよ、サッカーで、サッカー部で、はい、へー、あ、サッカー部じゃねえや、チームで、はい、へー、ゴルフを始めて、うんうん、すごい楽しかったです。あ、本当に、はい、もう他の競技するとまたね、違う感覚も、はい、そのフィードバックできるもんね。サーフィンいいですよ。サーフィンいいですか、うん、あのやっぱ中心にいないと、体幹がないとやっぱできないスポーツだから。はいはい、カモが毎日います、人。朝早い時間から。このクソ寒いのに、はいね。もうね、サーフィンやるんで。もうというか。ずっとやってるんですか、僕もね3年前からかな、復活したのかな、真冬は行かないです、寒くて、あそうですよね、うん、で中に入ってる方があったかいって、中に入ってる方があったかいです、でもね、鴨川とかはね南千葉なんで水温が高いんですよ、はい、まだ、あそうなんですか、うん、僕ら行ってるのは北千葉だから本当に冷たい寒流なんですよ、流れが、潮の流れがね、はい、だから本当にね手袋もしなきゃダメだし、でも鴨川の方とかはねしなくても入れる、手袋してる人見たことないです、でしょ、それだけ違うんですよね、寒流と暖流では。これ鴨川で切ってきたんですか、そうです、あの木更津でちょっと出て、はい、木更津の方でいつも行く美容師さん、そうです、もうチームの練習には参加しないんですか、もう、もう参加しない、もう新チーム始まって、で新加入選手とかも来てて、はいはいはい、でいろいろちょっとビザの関係とかもあって、うん、都内行き来してたのでちょっと感染対策的にあんまり良くないかなと思って、うん、浜で走ってました、一言言ってくれれば十文字に練習で参加です、ですかめっちゃ部外者ですけど監督にちょっと言ってみようか、練習してるのはね、はい、埼玉の新座っていうところで、あはい、わかります、うん、十文字大学で高校生もやってるんですよ、へー、あそこまで行く、はい、そうそうそう、授業終わってからね、巣鴨からみんなあそこまで移動して、学校から帰ってくるのだって10時ぐらいだもん、娘たちが帰ってくる、十文字、うん、大宮とかに行く選手もいますよ、ね、いるいる、そうですね、ベントス、うん、その今の監督が、はい、今の監督ってずっと同じ監督なんですけど、はい、十文字ベントスっていうのが大宮になっちゃったんだよね、はい、十文字じゃなくなっちゃったから、はい、もう一回トップチーム作るって言って、うん、別に作るんですか、そう別に自分でやった時に、はい、ここ潰れてこっちが出てたと思うんですよね、はい、これがもっとスムーズにスルッてこうシルエットがまとまらないようになると思います、で横向いた時にこれがスーって本当にこうポコって乾かすだけで出るようになりましたから、はい、うん、ありがとうございます、そうサッカー部の子たちはみんなここね2ブロックなんだよねやっぱサッカー部あるあるよ本当。
男子も女子もだね。切っちゃうと伸ばすのが大変、伸びた時は気持ち悪くて。そうだよね、はい、スペインに行って、はい、そのチームを決めるのはやっぱテストとか受けるの？いや、受けなかったです。あの、日本でシーズン中だったんで、千葉みのりが声かけてくれて、来ないっていうふうに、本当それがきっかけ で、はい、で自分も海外行きたかったんで、はい、オーストラリアに行きたかったんですけど、はいはい、今年のワールドカップが、はい、オーストラリアとニュージーランドで結構海外の選手が早く決まっちゃって、はい、外国人枠が結構早めに埋まっちゃったので、はい、行けなくなって、でそのみのりが声かけてくれたタイミングで、はい、行きたいって言ったら、うん、じゃあプロフィールと自分のプレーの動画を送ってって言われて、はい、うん、送って監督さんが見てくれて、なんか決まったというか、うん、結構あのポジションも前の選手が欲しいって言ってくれてたのがタイミング的にも良くて、おそれで本当タイミング良かったです。プロフィールの写真とは全然違く見える、はい、見えますか？なんかすごい可愛い、可愛い、もっとガタイがいいのかと思ったガッて、うん、結構キャシャって、うん、鴨川シーワールド行きました？行きました、1回行きましたスポンサーさん？鴨川シーワールド、スポンサーさん、あ、でもではない、あの選手はカードもらえるので、うん、いつでも行けます。年パス、はい、特権です。いつで完全に引き上げなんですか、向こうは？31だ、明日？明日？はい、でもビザもあるんで、なんか本当にちゃんと決まらない感じで、うん、そっか、もうちょっと早く、ね、知ってたらな、フットサルやりましょうって言ったんだけどな。うちもね、十文字のことやろうって言ってるから、俺らの方に助っ人が入ってもらって、ね、マスクマンかなんかでさそれぐらいの範囲でもらわないと僕らちょっと勝てない。中学、彼女と、あの、うちの娘が中2の時に、はい、しかも B チームの子が、はい、うちら対戦してくれたの。11対2とか3とかボロクソ負けてぜひ呼んでください、帰ってきた時に、ね、でもう一回やろうよって言ったら、いや、ほんとそうやめた方がいいよって言われて、カッチンみたいな気がするよみたいな気がするよとかね、相手になんないからやめた方がいいんじゃないとかっていうか、もう軽く言われちゃってピリみたいな。任したいですね、それはね、鼻で笑われちゃうからね、娘とかね、助っ人呼ぶよ絶対。ここがね、今パツってフラットになるので、はい、ちょっとジグザグに、これ自分で切っちゃいました。あ、自分で切ったんだ、やっぱりね、はい、パーマですごいこうなっちゃってたんで、結構やっちゃいました、うん、うざいなみたいな、はいすごい。アスリートの子たちに、まあ、いつも言ってるんですけど、ビジュアルあんまりこう構わない人が多いじゃないですか、はい、だけどね、結構ビジュアルをちゃんとした方が他からのね見てくれる確率も増えるから、はい、絶対おしゃれにした方がいいです、はい、うん、十文字のから出たね、ベレーザのアオバちゃんとかも、はい、可愛らしいですよね、まだ高校生感が抜けてない、あどけない感じがね、はい、可愛らしい。あと今のイギリスに行ってるそのほらマイカちゃん、浜、あ、違う、なんだっけ、なんだっけ、あ、岩渕ですか、岩渕さんもそうだし、あと若手の長谷川結衣ちゃんとか、清水なんとかさん、はい、ね、あの子たちもこうめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、はい、すごい人気です、ね、スペイン語喋れるんですか？喋れないですすごいね、勇気あるよね、女の子はね一応本だけは買いました。あ、本だけね、本だけ一応、うん、勉強はまだしてないですじゃあメイク、はい、はい、横をね、これね、後ろ見える？あ、見えます、うん、すごい、頭の形がくるっと丸いでしょはい、でね、ここの厚みが出てるとね、やっぱりここのこの傾斜の角度が甘くなるから、はい、あまりこのふっくら見えないんだけど、ここをグッてえぐることで、これね、ふわんって丸くなるのね。これ当分大丈夫だから、これ、はい、ありがとうございます。スッキリ、はい、かわいいでしょ、かわいい、スッキリ、軽いなんか嬉しいです、うん、まあ、何でも嬉しいですちょっとメイクをして、さらに、はい、ツルツイスにお肌、あ、昨日いただいたオールインワンのやったですね、はい、じゃあ眉毛だけやります、はい、お願いします、お願いします。眉毛も分かんないんですよね、形が。でもそのままもともと多分薄くて、そうですよね、あまり触ったことちょっとだけ形整えてもいいですか、はい、お願いします。産毛剃るぐらいです。あ、はい。何歳からサッカーされてるんですか？もう3歳ぐらいから、サッカーというかもうゴール蹴ってお兄ちゃんのついて回ったりしてました。お兄ちゃんがもともとやってたんですか？そうです。え、2人兄弟、2人兄弟で、お兄ちゃんすごい可愛がってくれてたので、今でも仲良しです。仲良しです。え、でもともと海外でされてたんですよね？1回、2年前ぐらいにオーストラリアに、そうですよね、行っただけですね。何ヶ月ぐらいやってたんですか？その時は、その時も4ヶ月ぐらい。リーグが短くて、
って行ったんですけど、海外遠征とかですごい憧れて、海外に意外となんか生活、食べ物とかも大丈夫で、はい、結構生活できちゃうなと思って、すげえしっかり見える。でも本当に軽くだけで、軽くでもこんな変わるんですか？サッカー選手でメイクしてる人とかいますか？あ、いますか？いるんだ。試合でも。人それぞれなんですね。本当試合終わってシャワー浴びるんですけど、はい、その後 の, メディアの対応とかもメイク時はもうメイクしてる選手もいるんで、すごいですよね。すごいですね。もう汗で全部取れちゃいそうですよね。裸眼ですよね。そうです。コンタクト。コンタクトしてますか？はい。でもカラコンとかじゃないですよね。あ、じゃないです。すごい綺麗な。本当ですか？美味しい。透明感もライトじゃないですか？いや、いや全然違います。違いますか？はい、嬉しいね。OK。 おー、来た。ゴーゴールやられてるよ。オッケー。そう、でもそんな感じでいいかもしれない。だからなんかあんまりこうカメラ 目線じゃなくてもいいの。片手を膝くっつけて、髪が見えます。もうちょっとな。そうそう。オッケーです。日本代表の今回 のワールドカップの選手って、はい、もうほぼほぼ若手なんですかね。あんま変わんないと思います、メンバー。今まで新しい監督になって、はいはい、女性から、はいはい、池田仁さんですけど、あんまメンバー変わんないんで。あ、本当に？でも青葉ちゃん入ってほしいな、個人的に。でも若い子が結構も多いですね。ね、ワールドカップ前回、前々回か、その時に優勝したメンバーもいないですよね。そうです。岩渕真奈と、岩渕真奈と先ぐらいじゃないですか、経験してるの。やっぱディフェンダーは長くできるけど、やっぱ、ね、そうなんです。辛いからね、はい、食事とか気をつけてるんですか？シーズン中はでもそこまで細かくやってないです。食べたいものを食べて、はいはい、食べ過ぎたらちょっとバランス取るみたいな感じで。なんかグルテンフリーがどうのとか、ね、あ、やったことないです。あ、本当？はい、結構流行ってやってる人はいたんですけど、オートミールとかなんかそういうのをやってる子はいたんですけど、うん、長友選手がね、食事すごい大事だよって ね、ストイックで。洋服も洋服なので、眉毛はちょっとキリッとした、はい、この辺とかね、髪の毛本当はね伸ばしてみたら、すごい似合いそう。そう、可愛いと思うけど、うざくてやったらないんだよね。もう小学校までです、ここまでやったら。うちの子供もそうだもんな。もう伸ばそうと して伸ばしてたんだけど、あ、もう買い上げみたいな。でね、少し色のっけて、指でぼかす。ノーズの方に。これね、つなげていく。強くなった。すごい。顔がすごい。はい。じゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、それが。